はい、うまか旅、旅用です。コストコでね、ジャージ、チャンピオンのね、ジャージ、スウェットの上下ですね、これがですね、かなりの安売りされているのを見つけまして、買ってしまいました。だってね、上と下がそれぞれ1798円なんですよ。定価でもね、2000円ちょっとなので、さらに400円ぐらい値引きされてね、1798円なので、上下ともに買ってしまいました。まあいいよね。ちょっとサイズ感がね、微妙だったんで、なんだなぁと思ったんですけども、上は M、 下を S で買いました。なかなかね、着用する機会がなかったんで、ずっと暑かったので、9月に入っても10月に入っても暑かったので、着る機会なかったんですけど、この11月になってね、やっと涼しくなったんで、エニタイムに着ていったんですけども、自分ではね、結構いい感じかなと思ったけど、こうして動画をね、撮って改めて見てみると、パジャマですね。本人はね、いい気分でね、ウォームアップしてるんですけど、やっぱり日曜日の朝、お父さんが起きてきてパジャマのままトレーニングしてるっていう感じが、やっぱ否定はできないですね。でね、やっぱりパンツがね、ちょっと大きいので、脱いでみたらまあまあですね。下がまあダボっとした短パンなので、またあったんでしょうけども、ズボンの裾をおへその方に、上の方にハイウエストで上げてみたら、まあまあですね、いい感じに見えますね。やはりアメリカ人だから足が長いんですよね。やっぱりどうしても日本人な僕でした。それでもね、こうやって下を脱げばね、まんざらでもないような気がしないでもないというのが私の感想です。まあ上下合わせてもね、3000円ちょっとなんで、いい買い物ができました。またコストコに行ってね、お買い得なものを見つけたいと思います。ではまたどうぞ。